今回紹介するのは大阪京橋のランチです。その前にホテルグランデトレインビューのお部屋からの風景をご覧ください。京阪本線と JR の東西線が交差しています。ここは最近見つけた本当は教えたくない穴場のお店です。アフタヌーンセットが破格の2500円、一人から頼めます。もしかしたら3段のアフタヌーンセットで大阪一お安いかもしれません。ケーキは大きなカントリータイプ、美味しい上にボリュームもあります。夢のようなお店です。店員さんの接客もすごく良かったです。空いてるように見えますが、この後すぐ満席になりました。ブレンドコーヒーです。暑くなっておりますのでお気をつけください。はい。暑くなっておりますので。ここのケーキはすべて手作りです。ケーキセットベリーショットが用意されました。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、お気をつけください。失礼します。大きいでしょ？ケーキ屋さんで買うケーキの 1.5 倍はあると思います。こちらで、はい、オーブンで焼いておりますので熱くなっております。はい、ご注文以上です。ありがとうございます。はい、2軒目はもんじゃ焼きのてっこてさん。安い。
ちらの店員さんも皆さんとても感じが良かったです。スナック感覚です。3軒目、アンティカトラットリア、クロノさん。今回紹介するのは1500円の方のランチです。ラスト4軒目、宮古だこさん。ここは犬の散歩の途中で気になっていたたこ焼き屋さんです。持ち方が悪くてちょっと寄ってしまいました。近くの公園で食べました。小谷はおやつをあげました。
たこ焼きは大きくてふわふわでとろっとろでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。セカンドチャンネルミワの猫もやっていますので、ぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。